男子テニス界のエース錦織圭選手がまたもや日本テニス界の歴史を変えるかもしれない大躍進の試合結果、バルセロナオープンで錦織圭が準々決勝を制して準決勝進出を果たし、さあ連覇なるかとの注目の話題。しかもこの試合は錦織圭のストレート勝ちでピンチ立て直して9ゲーム連取と圧勝ともいえる試合であった。ネットの反応は、ラストのポイントのウィナーだってすごい精度、タッチの感覚が馴染むまで打ち込み練習してるんだろう。結局第2セットを 6-0 としてストレートでドルゴポロフを下す。これで錦織圭はベスト4に進出。スタッツを見るとファーストサーブの確率は 64% といつも通り。これをもう少し上げないとナダルには苦労するだろう。第1セットからは想像つかない一方的な展開で終わっちゃったね。ドルゴポロフからすれば、あれだけ攻めて攻めて攻めまくったのに結局セット取れなかったわけだから、それ以上のことをやるのは難しかったのだろう。次は因縁の相手ペールだね。リベンジの準備は整ってますよ。錦織圭今日も勝った。彼の試合結果をチェックするのが日々の楽しみの一つ。面白かった。ベスト4進出おめでとう。今日のゲームは終わるの早すぎ。錦織圭省エネマッチだったね。ケイのストレート勝ち今夜も見れなかったけど、調子の良さがうかがえる。ケイは決勝へ一気に駆け上る。勝負は2よ。気を引き締めて頑張れ。次も迷わずケイらしくプレイしてほしい。リズムを取り戻すと強い印象の錦織圭選手だが、準決勝では世界ランキング22位のブノワペアと対戦する。彼との勝敗は2勝2敗だが、昨年の全米オープン1回戦、楽天ジャパンオープン準決勝と最近の2試合はペアに苦杯を喫しているだけに要注意だ。錦織圭選手の全力のプレーで被災地にも笑顔のニュースを届けてくれることを祈りたい。